いやレッスン行くからさ、レッスン行くからさって自主練なんやけど、この人は制服なんですよね。着替えるのがめんどくさくて上着羽織りました。オープニング。あんまり知らん。ともひこさんギフトありがとうございます。わーい。ポポポンポポンポポポンポポポンポンポン落ちてる。パンパランパランパ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 ン落ちてる。あんかわいい。うちのかわいいワンコロちゃんです。にへん。かわいすぎて連れてきたね。かわいい。うちの子が一番かわいい。暑くない。いやー今日はね、お昼っていうかね、5時間目までめっちゃ寒かったさ、 5?4? までめっちゃ寒かったさ、めっちゃ寒いと思ってたらさ、帰る時めっちゃ暑かったっていう。ソロさんギフトありがとうございます。してる場合ちゃうね、勉強せなあかんね。高秀さんギフトありがとうございます。ともひこさんギフトありがとうございます。ポコヤモンお腹減ったよ。ポコヤモン、ポコヤモンおいで。なんだよその顔はよ。かわいいわね。こいで。パッ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 。ドヤ顔おもろい。
ちの犬かわよ。あー乗りたいの、おいでよ。机が邪魔なのかい。どっち行くんかい。どっちやね、来るの。どっち乗りたい、おいで。あ、いやみたい。いやだ、ごめん。かわいい、くさ。犬の散歩みたいな曲あったよな。どんなやったっけ。犬のマーチみたいな、子犬のマーチみたいな、子犬のワルツか。全部ちゃうかった。前にほう擬態している。目が見えんかった今。勉強せなあかんねん。勉強せなあかん。ポコかわいが動けへん。勉強せなあかん熊田さん。勉強せなあかん熊田さん。勉強せなあかん熊田さん。熊田さん。熊田さん。黒島楽器動物園開校。お長今日の時間割り教えてください。中間テスト始まるの。始まるんですよ。っていうかもう昨日から1週間前なんですよ。でも黒島はね毎回ね1週間前には全て提出し終わってるくらいのあれなんですよ。でもね今回はねライブがねあれなんです。1週間前にライブが終わるというねことだったんです。ライブは楽しかったんですけどね、もうマジさんが可愛すぎてだったんですけど、テストが
ちゃんは賢いから勉強しなくても大丈夫。そうだね、そうだね、楽しいね。わーやったー。なんやその顔は、なんやその顔は、どういう気持ちや、どういう気持ちや。ピクってした、かわいい。僕なこうやって見てな、ちょっとずつ前進んでいったな。吠えるねん。今日は何飲んでるんですか。飲んでるん、今日は飲んでるんですか。いえ飲んでません。ペロちゃんなんだよ、ペロって散らかってこの野郎。プリピッ、あーかわいい。いや舐めないで12秒。おいおい、中二やけど。あーかわいい。パパパパパパンパカパカパカンパカパカン、かわいいね。まだ勉強してないんですか。ほら言われてんで、みんな。いやごめん、かわちい。今日のアンジュさんとどうも似てるねんっていうのが嬉しくて、今日も一日学校頑張ったこれだけを、これだけを幸福と感じ。こんにちは。いやアンジュさんと同じじゃないかもしれんけど、似たようなゴムつけてると思って喜んでるんです。私はね、ポコちゃんかわいいね。あんたお風呂入ったからチリチリやん、髪の毛かわいいね。かわいい、かわいい。中二勉強って簡単ですか。いやーわからないですね。なんかもう一回わからんかったらもうわからへん。そりゃそうか。なんかもうめんどくさくなって、なんかもうやる気が、なんかもうしか言えへん、やる気がなくなってきた。出たいのポコイちゃん、降りるの。降りてお姉ちゃんを捨てるというのか。お姉ちゃんがここから今から頑張ろうと思ってる時にポコちゃんは置いていくんだね。そうかそうかそうか、君はそんなやつだったんだな。いいねいいね、かわいいね。かわいい。こうやって近づいたらな、でするね、僕かわいい。でな、吠えるね。ほら、かわいいね。今度動画撮ろう。ガー。こっち側しか見えてなかったらすごい見苦しい。あの反対側が見えてたらものすごく可愛いのね。ポカちゃん、ミョウチが、あれ見えない、ミョウチがミョウチライブでサンボートのコルダ、アヒルアヒルって言ってたらおもろかった。そんな感じでね、アンジュさんがクワクワ言ってたのが可愛すぎたんですよ。わかりますか。ちゃ可愛かったよ、もうほんまにな。見せてあげたい、もうみんなに。可愛かったほんまに。もう最近アンジュさんが可愛いしか言ってない気する。見た昨日のアンジュさんのさ M 見た、見てない、見た、見といてない。めっちゃ可愛かったからびっくりした。いや前にも見たことあってんけどさ、
アンジュさんのユニットがさ、なんかもうかっこよかった。めっちゃグッドスプーン行きましたか？あやぴょんは無理やったけど声はかけたよ。あのあやぴょんじゃない人もあやぴょんも声かけた。まあそれが誰といつ行くかは知らないですけどね。知らないですけどね。そもそも行くか行かないかわからないんでね。ポコちゃんと行くかもしれないよ。ポコちゃんが変装してって言って行く可能性もあるね。何言うてんねんって顔してるわ。いやほんまに昨日のさ、アンジュさんのユニットかっこよかった。見に行ってよかったって思った。かっこよかったなって思ってた。ずっとめっちゃかっこよかった。隣でゆきのちゃんも見ててん。終わった後さ、ゆきのちゃんがさ、アンジュさんのさユニットのあれめっちゃかっこよかったなって言ってさやっぱりみんな思うよなと思って。ほんこさんギフトありがとうございます。ぽこちゃんのおごりかもちろんね。めっちゃかっこよかった。見てない人おったら見て、絶対見て。もうそこだけでも見て、全部見てほしいけど、めっちゃかっこよかったから。本人に伝えた。うん、まさかそんなわけが。でもカレンさんおって、たまたま なんかなんで見に来てたのって聞いてくれたから、みーなちゃんの M の初日だったのと、アンジュさんのパフォーマンスが好きでみたいなことをもじもじ言ってたら、なんか言うとこうって言ってたからいやほんまに言えたかどうかわからんけど、そうワンチャンワンチャンって感じ。でもこんだけさ、ツイッターでさ絵描いたりさ、アンジュさんとさライブで2回も写真撮ってもらったりとかさしてたらさ、それ好きってわかるやん。だってあやぴょんにも言われたもんあの今日なんで来たってゆきのちゃんが聞いて、でみひなちゃんとあと見たい人おったからって濁したらあやぴょんにアンジュさんって聞かれてうんって言った。一瞬でバレた。アミちゃんの YouTube ついた。ああ映ったっけ。どこやろ、まだ見てないねんな。見とこう。あ、お旅写真撮ってもらって。いやこの前のやつ、じゃあ昨日やったっけ。昨日もうほんまにかっこよかった。ポコちゃん出る？いいよポコちゃんが出たいそうですね。新幹線で映っていたよ。あー隣りやったっけ。隣弥生ちゃんやったっけ。すあれ映ってたっけ。映ってたか、映ってたのか。また見とくわ。ポコちゃんが出せって言ってるから出します。ごめんよ犬ごめんよめっちゃ嬉しそうにするかわいいな。飛んできてくれたんだね。膝痛いね最近。あ、ショールームタイトルって何。いやショールームの、いやなんか配信の名前を決めたいなと思って。なんかさ今黒島ショールームって言ってんねんけど、なんかおもんないなと思って、なんか変えたいなと思って。いや、そう、まあ勉強するのめんどくさいっていう時はどうしたらいいと思う。なる兄さんギフトありがとうございます。
決めたいなと思ったんですよ。え、ほんまに昨日のアンジュさんかっこよかった。いつもやけどめっちゃかっこよかった。思わんかった？勉強したら掃除したくなる。いや、なんかさ、掃除はさしたくならんねん別に。なんか別にやねん。なんか別に何かがやりたくなるとかじゃないんやけど、とりあえずやる気がなくなる全てにおいて。キャッキャして言うてることはよっぽどやな。ほんまによ。ほんまに可愛かった。ほんまに見てほしい。もう一回見たいもん。もう一回やってくれへんかな。もうちょっと近くで見たい。願望が多すぎて。めっちゃかっこよかった。なんか言うねんって感じやな。私一回思ったらずっと言ってるから。ああ、それやけ黒島の部屋おもろ。週間テスト1週間前くらいかな。そうなんよ、昨日が1週間前でもう1週間ないんですよね。はて、どういうことかな。もういい、めんどくさい、めんどくさい、もう分かれへん、もう分かれへん、もう知らん、いらん、もういい。アンジュさんへの恋ですね。これは尊敬でしょ。いや、めっちゃかっこよかったな。めっちゃかっこよかったわ。ほんまに見てほしい。一人でも多くの人に見てほしいわ、あれは。その格好で暑くない？全然。なんか最近めっちゃ寒いね。外で日光に当たったらさすがに暑かったけど、暑いまではいかんかった。なんか日焼けするなレベルやった。はあ、疲れたよ。クマさん、クマださん、なんか寝ゴロゴロする。まつげが抜けてたみたい。下まつげのようです。倉島さくら、アンカツにハマる。いやー、かわいいよね。そう、あ、勉強10分だけだと思ってやるとできるらしい。あれやろ、私本で読んだ、あそこに置いてるやつ。なんかさ、10分と思って行動したら何でも即座に行動できるみたいな。で、結局人間は10分でやろうと思ってもなんか続きが気になってやめられへん人間やから、のが人間やから、やりきって終わるみたいな感じやけど、その10分っていうのでできるわけがないっていうのを脳で判断してしまってるから意味がないっていうことに気づきました。やらなあかんねん。めんどくさいな。あと何日？明日が水曜日、明後日が木曜日、しあさっては金曜日、あれ、公演やから勉強は特にできない。で、その次の日もお話し会といろいろあるからできない。で、その次の日曜日はお話し会けどできる。で、月曜日テスト。3日で全て終わらせろと。もうええか、もうええわ、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 諦めよう。数学だけは終わらせようかな。どこまであるんやったっけ。数学だけはやるぞ。だけな。ちょっと待って、向こう、もう向こうにある。賢キャラ諦める。いや、元から賢キャラじゃないっすよ私。賢そうな、じゃ、あれやねん、表情が硬いから賢そうに見えるだけで全然あれなんですよ。頭弱いですよね。
ねえポカタンって言いそうやった。いないのね。おいしょー、熊田さんちょっと足が邪魔、お手手やった、ごめんなさい。あれ電源切ったと思ったら切れてなかった。名前が邪魔なんやけど。いや数学何ページまでは、ねえじゃ進んでないやん。そもそも私どこまでが範囲か知らんからなっていう危機的状況。今日からは数学だけやろうかな、ここまでや。分厚、倍以上あんねんけど。前は数学だけやろう、でも今はやりません。ちょっと疲れた。自主練行くからその気分転換にやろうかな。賢いランキングミヒに負けるで、それはちょっとやばいわ。なかなかに危機的状況。ちょっと近くに寄せる。ピアノの手前に持ってきた。ピアノ落ちひんこれ。いけるか。名前が邪魔なんやけど。しかもな、なんかな斜めになってるねん。名前がみ。ピーナッツ。アーモンドクロワッサン。前髪も分けてしまったらええんか。なんか朝から寝癖がさついててさ、絶対分けへん方がいい。おろしやったらいいけど、なんかもう熊田さん、よし、こんな時はピアノを弾くと良い。告白手押しため息、え分からん。ペンギンさんの見てやる気を出そう。やる気が出るわけがないでしょう、あんなペンギン見て。あー恋なんてノーサンキュー。なるほどね。ハイカさん数学3点、すげえ。うちのクラス0点の人とかおったで、1年の時。1年で0点はやばいやろって。まあそういう人もいるし大丈夫ですよ。誰が言うてんねんって感じだけど。前はスケモンさんに2人ありがとうございます。よし、ピアノをもう一回引き寄せて、よいしょー。
久しぶりに演習率見いきますか。 3.1495528493.1195028841
いけた。久しぶりにちゃんと弾くわ。あ、もうあかんかった。文化祭ないねんな。あ、中学生ユニットの話、いや大人の人と話をする機会が1ヶ月に1回くらいあるんですよ。そのタイミングで言おうと思っています。さりげなくていいやもん。おもろ。ディエモンの道具一つもらえるとしたら炊き込みだね。いやー、何そんなこと言ってるんですか。圧倒的にどこでもドアでしょう。どこでもドアちゃうわもしもボックスでしょう。だってもしもボックスがあったらあれですよ、 DMO がいる世界を作ることだってできるんですよ。ということはですよ、もしもボックスが一番いいのではないかと。
絶対にあれです、何だっけ、どこでも戻れてないわ何だっけ、もしもボックスです。気持ちもボックスでしょ、絶対に。え、音たっぽくない音。ありがとうございます。やばい、眠なってきた。エンターテイナー、もしもボックスを手に入れたら人は無気力になる。確かにね。いやでも気力を取り戻せるようなお願いをしたらいいんですよ。おい、こんにちは。9.3 らしいよ。あー、なんかありますね、そういうの。楽しいの。ふ、よう知ってるね、よく知ってるね。さっきからすごい全部当てていく、すごいね。
伊達ちゃんさんギフトありがとうございます。わかりにくくなった。絶対違う。あー決まってないです。タイトルもう今度決めようかな。眠くなってきた。よし、あるよ。もう今日からインドネシアの人と労働者と一緒に。へえすげえ。上田和樹さんギフトありがとうございます。すげえインドネシア。うちのお父さんもなんか海外の人となんかやってるらしいで。知らんけど。読む言うてから読んでない。よし、その服はペンギンを意識した黒ですか。ペンギンと同じ服なんて着るわけがないでしょ。あんなペンギンとねえ、もう本当に。13位がゆめゆめさんありがとうございます。12位がなおとさんありがとうございます。11位がオレオーズさんありがとうございます。10位がヨシさんありがとうございます。9位がベイアンさんありがとうございます。最近目が悪くなってきた気がする。これで読むわ。8位がマチカネフクキタルさんありがとうございます。怖っ怖っ。7位がソルさんありがとうございます。6位がナルニーさんありがとうございます。怖っ。5位がワンタンメンさんありがとうございます。
4位がポンギーさん、ありがとうございます。3位がヤン008さん、ありがとうございます。2位が香港さん、ありがとうございます。1位がともひこさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ポコちゃん逃げそう、もうポコちゃんおらんねん海岸。本日は誠にありがとうございました。これにて黒島ショールームは閉店いたします。今回は黒島ショールームの名前を決めようと思っていたのですが、ちょっとおねむで決まらなかったので次回決めようと思います。以上、黒島ショールームでした。ありがとうございました。もう目見えへんわ、こう海岸でさ、こうやってやってたらさ、ちょっとさ、なんかにじむからさ、見えへんくなる。バイバイ。